はい。皆さんごきげんよう,しおうとです。えー、本日ね、2020年2月の21日ということで、えー、オリンピック、まあ、連日をお伝えしているオリンピックのバ、えー、今回はバレーボール競技、えー、について、えー、皆様に情報、歴史をね、教えていきたいと思います。はい。えー、オリンピックのね、バレーボール競技というのはですね、 えー、予選の、ね、上位チームによって行われる近代オリンピックのバレーボールであるということですね。で、えー、公式バレーボール連盟主催の3、えー、大公式戦の一つである、えー、1964年の東京オリンピックで正式競技となりました。はい、オリンピックで最初にバレーボールやったのは1964年ということですね。はい で続いて1996年アトランタオリンピックからビーチのバレービーチバレエも種目に加わりました最多優勝チームはです、ね、男子バレエがアメリカブラジルソビエト連邦です、ね、3回ずつということで,で女子バレエがソビエト連邦4回 で世界選手権、ワールドカップと合わせてえバレーボール三大大会として位置づけられておりますと、はい、結構ね、注目度高いですねで参加チームがえバレーボールで12チームでビーチバレーで24チームですねはい。ず 1954年の5月にアテネでの IOC 総会でバレーボール、柔道、アーチェリー、ローラースケート、後のローラースポーツのオリンピックの競技化が検討されるが、全競技保留になりました。1964年、東京オリンピックでは柔道、過去男子のみです、ね、とバレーボールが新競技になりました。 女子バレーボールはオリンピック競技に採用された最初の女子団体種目でありますで日本はですね、女子が1964年東京オリンピック、1976年モントリオールオリンピック、男子が1972年ミュンヘンオリンピックで金メダルを獲得しました。 でオリンピックでの、えー、日本の活躍から、えー、バレーボールが日本のお家芸と呼ばれるようになったが、えー、90年代以降は世界のトップクラスに届かない状態にありますとで2004年アテネオリンピックでは、えー、女子はね中国が、えー、ロシアを3人入れ下し、えー、1984年、えー、ロサンゼルスオリンピック以来20年ぶりに、えー、金メダルを獲得しました2セットを、えー、先 選手されながらえその後のね3セットを練習する劇的な勝利でありましたと。で男子はですねブラジルがイタリアを3・1で下し1992年バルセロナオリンピック以来12年ぶりの金メダルを獲得しましたということですね。大会形式はえかつてはですねワールド カップにおいて現在も行われている1リーグ総当たり制、えー、ラウンドロビンで試合が行われているとしかしねこれには最後の試合が終わる前に優勝が決まってしまう可能性があり試合の、えー、興味が最後まで続かないという欠点がありました、えー、確固として日本で最終説を、えー、順位決定戦扱いする報道もあるが厳密には偽りであると そこでね、1972年ミューヘンヘアオリンピック以降ですね、1, ラウンド制1次ラウンドと、えー、決勝トーナメントに分ける大会形式で採用されています。出場チームはですね、1996年アトランタオリンピック以来、男女各12チームであります。で参加チーム10、参加12チームが6チームずつ A、B2 組に分かれ、それぞれね1回、1回戦総当たりリーグを行います。で各組の えー、上位4チーム、計8チームですね、が準々決勝へ進出するということですねうん。まあ、ビーチバレーも同じような形式をとってるんですね。はい。ということで。うーん。まあね、本日はバレーボールについて。 もうこれ以上あんまり話すことがないので、私バレーボールはあんまりわからないので、えー、話すことはないです。はい。じゃあね、えー、今回もね、えー、動画をご視聴いただきありがとうございました、えー。チャンネル登録、高評価、コメントしてもらって、えー、ね、次回の動画でお会いできるようにベルマーク通知登録もお願いします。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。